今日はいよいよ国産第1号立体テレビの実験放送が行われる日です。早くも屋外立体テレビの前には大勢の人々が詰めかけております。さあうまく映りますかな。どうせ安もんだ、大したことはなかろう。放送は6時15分からですな。実験放送のプロデューサーは誰だか知ってんのか。チブが来たんだが。その息子だい。これはこれはお坊ちゃまで。そうですか、失礼しました。スタジオへご案内しましょう。どうだよ、トム。僕のパパは偉いんだぞ。はい、ライト用意いいね。カメラさんいいね。本番行くよ。やってるやってる。あれがカメラだね。アトム、テレビの方へ行こうぜ。うん。成功するといいがね。成功しなければまず失敗でしょうな。あれがそうだね。もっと前に出ようぜ。よしなよ。なんじゃ君は、失礼な。僕のパパはプロデューサーだぞ。なんじゃと。わしゃ局長じゃ。だからよせって言ったのに。あ、始まるらしいよ。スタート。あ、映った映った。なかなか良きじゃないですか。なんだかおかしいぞ。妙な電波にやらされてダメだ。もう故障か。だからもっともっと金をかければいいんですよ。変なものが出ましたよ。おい、アトム、逃げようぜ。なんだお前は、何者だ。早く、体を突き抜けちゃった。怪物は一体どこへ行ったんだ。部屋の外へ出て行ったよ、アトム。よし、逃がさないぞ。お前だ、おまけだ。助けてくれ。おまけだ。大変だ。おまけ。幽霊だ。待て、怪物。待て。あれ、どっかに消えちゃった。一体あれは何だろう。なんだって、放送局で幽霊が。立体テレビから飛び出す。これ大変じゃ。社長いますか。先ほど電話しました、渦じゃがの。社長、渦博士という方が見えました。落としろ。これは渦博士、お待ちしてました。なんてもてなしだ、今回キャバ。いや、ご勘弁を。商売柄あまり歓迎しない客もあるものでしてね。あなたは別だ、特別のお客様ですからね。そこでぜひ頼みがあるのじゃ。まあ、要件を伺いましょう。放送局にある立体テレビの機械をぜひ壊してくれ。おお、そりゃなぜ。訳は言えん。何も聞くな、前金だ。
しかしなんせ大変な仕事ですからね。分かった分かった、もうこれだけ出す。オッケー、引き受けましょう、今日中にね。静かにしろい。俺たちは本当のギャングだ。ほう、ほう、本当のギャング様で、これは何とも。立体テレビのあるところへ案内しな。へえ、かしこまりました。命ばかりは、おたおたおた。こちらです、はい。野郎ども、これだ。それやっちめ。知らないよ、知らないよ。うるせえ。それ引き上げろ。社長、済みましたぜ。いや、ご苦労。お約束は果たしましたな。さすがはロック商会だ。やることが早い。それじゃあ、ぼつぼつ聞かせてもらいましょうか。テレビを壊したわけでも。何？わけは機械に約束だ。約束はたった今取り消しだ。バカな。渦博士、立体テレビには誰でも興味がありますよ。わしゃ絶対に話さんぞ。せっかく来てくださったんだ、ゆっくりしていってください。何をするか。さてと、パーティーも終わったし、どうですな、博士。話すもんか。おや、おお、そうですか。やれ。次は実に楽しくなるパーティーですよ。何もかもやめろ。やめてくれ。よし、やめろ。初めからそうおっしゃっていただけるものと思っていましたよ、渦さん。ロックさん、実はあの幽霊は元わしの助手だった。名前を花房と言ったが、年は若くても偉いやつだった。わしたちは物質伝送機の研究をしておった。それは物を小さい分子に分けて別の場所へ送る機械だが、どうしても完成しなかった。もうやめた。こんなものできっこない。いいえ、博士できます。できん。僕がやってみます。君が作る。もし君が作り上げたら、君の前にひれ伏して助手になってやるわい。これから何年のうち。何、物質伝送機が完成したんだって。博士、早速テストをします。そちらへ送った受像機を見ていてください。はじめに魚を送ってお見せします。次はウサギ、次はロボットです。それから最後に僕がそちらへ行きます。花房のやつ、わしが長年かかってできなかったものを、こんなものこうしてやる。というわけで、花房は霧のようになって空中に浮かんでいる、うん、で、それが立体テレビに現れるわけは。立体テレビと伝送機の作りがよく似ているのじゃ。それならなぜ花房が妙な霧のような形で現れるのですか。立体テレビの作りが簡単だから、完全な体に戻れないのじゃ。しかもロボットやウサギの分子がごっちゃになって現れるのだ。なかなかいい話だ。あの怪物の正体は何だろう。おや、こちらに車が来るぞ。ここは車が入っていけないのにおかしいぞ。これだな。早いとこやっちまおうぜ。壊さないように運べ。重てえな。よいしょ。おかしいな。立体テレビは使用禁止のはずだ。それを盗むなんて。あ、いいか。よし、行け。
まで行く気だろう。止まった。よし、誰も見ていねえ。あ、今のうち下ろそうぜ。よし、あのビルだな。裏から回ろう。よし、よし、ご苦労だった。うん、これが立体テレビか。何を始めるつもりだ。いいから、いいから。やめてくれ。現れたな。花火さん。待て、俺の話を聞け。お前の事情はよく聞いた。実にかわいそうで、話を思い出しても泣けてくる。お前いつも空中をさまよってるな。つらいだろう。そこでわしが時々お前を呼び出してあげ、その代わり私の言うことを聞く。よし、では早速証文を取り交わそう。さあ、サインだ。これでいい。よし、命令第一号を出す。俺たちの秘密を知る男を殺せ。あの子、許してくれ。悪かったんじゃ。わしが伝送機さえ壊さなければ。つまらん年寄りのひがみじゃったよ、うん、なんとかあの怪物の姿を元へ戻しては。いや、伝送機がなければ元の体に戻れんのじゃ。そうだ、その花房さんの研究所へ行けば設計図があるかもしれない。そうだ、設計図さえあれば助けられるんだ。設計図はもうとっくにいただいたぜ。あとは邪魔なおめえと渦博士を消すだけだ。それ。アトム、ロボットの丸焼きを作ってやるぜ。Come on!
も狙われているんだ。監修注目のうちにいよいよ最終回を迎えました。ツーダウンフルベース、バッター短島、カウントはツースリー。ここでヒットが出れば試合は逆転であります。最終回に至って大きな山場を迎えました。ピッチャーも慎重です。サインを取り交わしました。いよいよラストボール。うわ厳しい。あ、悪党です。しっかりせい。いい球投げんかい。あ、急にチャンピオンのガードが甘くなりました。ダウンです。4、5、6、7、8、9、10。走れません、走れません。またまた予想は裏切られております。一体これはどうしたことでしょうか。どうだこの金。これも一人にお前がいればこそだ。かわいいやつだ。永久にかわいがってやる。お前の体からはいくらでも金が出る。さあ、少しこの中で休みなさい。ちょっと待て。お前はまだへそくりは早すぎる。元の体になるまで俺が預かっておく。お前はもっともっと俺様のために稼ぐのだ。社長。なんだその格好は。あの小僧強いの強くないのって。バカ野郎、たかが小僧一人に何を言ってるんだ。もういっさっさと聞き伏せろ、ごくつぶしどもめが。そうだ、キラーか。俺だ。そうだ、すぐ来い。社長、仕事ってのは。こちらに来ればわかるよ。もう来てるで。な、何。さすがはお前だ。やることがスピーディーだ。まあ飲め。で、このロボット専門の殺し屋キラーに御用ってのはどういうことで。何、小僧一人消すだけだ。花房さんは悪人に利用されているらしいですね。ロックでなしのやつ、設計図を盗んだやつらだな。なんとかして隠れ家を突き止めなくちゃ。あ？アトムだな。誰です。キラーというその名も高い一流の殺し屋さん。一体どうしようって言うんだ。なーに、ポンコツにしてやるだけさ。覚悟はいいな。なに。ほんの小手調べだぜ。だらしのねえ野郎だ。素早いやつだ。こいつは油断できないぞ。それ脆い小僧だ。よし、そらとどめだ。おい、こらさ、せっかくのいいところを一体誰だ。誰だという貴様こそ誰だ。なんだと。誰だという貴様こそ誰だという貴様は一体誰だ。言わずと知れた、ひげ親父様だ。待ってました。さあとこう行く。バカモン。俺はロボットには強いが人間には弱いんだよ。つべこべ言うな。さあ、誰に頼まれた。ロックでなしだ。そいつの隠れ場所はどこだ。さあこいつ、行こうか。海岸通りの掘ったて小屋だ。先生、そいつを頼みます。小屋には僕が先に行きます。
アのやつしくじったな。マルモロ出てこい、もう隠れてもダメだぞ。生意気な小僧めが。あ、花札さん。何？これを見ろ。あ、物質伝送機だ。設計図を使って作ったんだ。これを使って何度でも怪物を出してやるぜ。なんてやった。怪物よ出てこい。おい、どうした？危ない。あ、あなたは。花房です。しまった、これは元に戻っちまったぞ。ロックさん、よくも今まで僕を使って悪いことをしてきたな。かまねえよ、チュー。危ない。それ、いいか、伝送機を悪用した罰だぞ。あれ、ここはどこだ。なんだか変なところですね。どこだっていい。とにかく助かったんだ。今度はどこだ。ほら、舞台の上だ。お客の前で食べて引っ込めないと。仕方ねえ。とにかく踊りで笑い引っ込め。見物させてあげましょうか。へえ、もうたくさんです。わしが悪かった。許してくれよ、花房君。いいんですよ、博士。これからも良い研究を一緒にやっていきましょう。